はい、どうもお茶です。じゃあ今日は回を使ってランクマをやっていこうと思います。はい、ということでね、22段の方が見つかりました。プレイヤーから黄色ということでね。さあスレイヤーですか。なるほど。まあスレイヤーはそうですね、なかなかに、どうなんだろう、苦手でもないし得意でもないって感じですかね。このカラーを見てください。これちょっとお茶っぽいでしょ。お茶っぽいカラーを使ってね、今日はやっていこうと思います。ちょっとスレイヤー戦はなんか技置きづらいですよね。これしっかりガチャってやらないと。今作からね、そうカウンターなんですよ全部。あのなんかね、ヒゲがオーラまとってカウンターになるというね。あ、ピヨった。それがねあるんで、ガチャらないと死にますね。吸血からダウン取られて、アンブレ重ねられて、上段カウンターってのが痛すぎる、本当に。ではちょっとね、通常技が起きにくいんですよね、牽制技が。ステップとかで、すかされるんで、なかなか起きづらいんですけど、ちゃんと置かないとね、良くないっていうのがありまして。あ、これ死にましたね。おっと、赤キャンで死んだんじゃないかな?ちょっと怪しい。殺しきれたはずだけど。これはもうデッドアングル使って投げ。このゲームはね、ミリあれば勝てるっていう。あ、見てた。あ、最悪。足払い直下して角換ないのは痛すぎますね。うわ、うまい。無敵吸血。確かスレイヤーってちゃんと重ねてても、無敵吸血とか無敵マッパだったら切り返せるんですよね。なので、あれを軽すべばほぼない。ちゃんとリバサで出されたらね。ただ、リバサで出すのがすごい難しいキャラだから。あ、なんか、いろいろあったな。相手もミスったし、俺もミスった。あ、やべ。これも、相手、あ、オーラ治りましたね。2敗か。ほっ。繋がってないけど、まあまあまあ。前パン出ないな。こするか。オッケー。歩いて投げに行きましたね今ね。とりあえずダウン取ってからの無敵で、あ、無敵で抜けられましたね。嘘、マジか。あ、これ、あれ当たった。セバごめんなさい、あんま振りたくないんですけどね、セバ。ただまあ見せておくのは一つ重要なのかなって。ただセバだけで勝つっていうのは本当につまんないんで、そこだけは。見せるっていうのは一つ重要なのかもしれません。今ねカウンター食らったらえぐいことになるんで。あ、大丈夫。あ、やべ、なんか赤使いませんね。おそらく赤で殺しきれる場面が多々あるはずなんですけどね。ここはバースト我慢ですね。さあどうしようかな。あんまり勝てる自信がないですねこれ。お、これダウン取れないんかい。なかなか距離把握がね難しい。お、足払いが6回によって負けるんだよな。これね、やってない。こういうのがあるんですよ。今前パン置いたんですけどね、裏ステップで透かされるっていうのがあるんで、なかなかね技を置きづらいと。これ空投げ OK。 これはですねダメージ取って、お、 OK。なんとか1回勝てました。ストレート負けしないだけもう満足してます。正直多分勝てるかわからないですね。勝ち越せるかわからないレベルの方だと思いますんで。ジャンプ、スレイヤーってどうしてもあの無敵ってジャンプするじゃないですか。
それがあるんで、もしかしたらジャンプ通りやすいとかあるかもしれないですね。ジャンプじゃない、ジャンプ狩り。あーミスった。もっとダッシュして画面端運んでダウン取るんだったな今。マバスを使われたんで関係なかったですけど、ごめんなさい。今の金安は漏れです。裏勝利を仕込んでるんですよね俺ね。なんで金安が漏れました。あほ、オッケー。これは死にまして、なんでマジか。まあまあまあ、結果良ければ全て良しということで、開幕ね2敗読みで、あ、マッパ、開幕マッパとはなかなか、マッパじゃねえ、パイルか、ヤンキーすぎる選択肢。これを鳥かご、お、いや、カイのしばらい強いですよね。いい、ちゃんとスカシゲダン。あ、なんだなんだなんだ、なんかすごく、あ、やべ、隠ってたのか今、多分 P マッパかな、隠ってなかったかな、わかんねえ。すごいディレイかけてきましたね。これ拾えるんですよね。もう一回マイパン、あ、出なかった。赤あるんで、これは赤出すと、ハイスラハイスラ、あ、繋がってねえし最悪。スレイヤーのコンボなかなか難しそうですよね。よいしょ、あー2敗だったか。うーん、なるほどね。結構2敗固め多いような気がするんで、垂直ジャンプとかもありかもしれないですね。ぶっぱしたけど当たってくれたからラッキー。セバフルか、ごめん、これハイスラで OK。 いい鳥かごですね。やっぱめんどくさそう。カイの鳥かご強いっすよね。さあ圧倒的有利だが、うーん、バータイできなかったか、空投げできない。よし、いい感じにバックスター S スタンが機能しましたね。はい、ということでね、今日の動画はこんな感じになりました。失礼します。